水郷と呼ばれる日田は九州のほぼ中央に位置し、かつて山あいに都ありと言われていました。手つかずの圧倒的な自然に囲まれた日田、かつての栄華がよみがえる祭りなど、天領文化が今も色濃く残るこの町には、細やかな心遣いのある人々の暮らしが今も残っています。日田の風土は筑後川の源流域にあたる1000メートル級の山々に囲まれた自然豊かな津江山系に源を発し、釈迦岳に残る貴重な塩地原生林をはじめ、多くの湧水や滝があなたの五感を刺激し、心と体を癒してくれるでしょう。緑と清流に囲まれた日田市は大分県西部の人口7万人の町。町の中央に筑後川の上流三隈川が流れ、人々は豊かな自然の恩恵に感謝しながら自然と共生してきました。1000年以上前から九州の交通の要衝として栄え、江戸時代は幕府直轄の天領として九州一の繁栄を極めました。町中には至る所に歴史の足跡が残り、まるで町が丸ごと博物館のようです。このような日田の町で古の人たちが積み重ねた熱き思いをぜひ感じ取ってください。